どうも、浜です。浜テレビ演芸エピソードトーク始まりました。今日のエピソードトークの主人公は、お笑い芸人さんの藤井隆さんでございます。藤井隆さんから学ぶ人間力ということでございます。よろしくお願いいたします。藤井さんとはですね、とあるドラマでご一緒させていただきました。で、藤井さんが主演のドラマでした。で、これからお伝えすることはもう本当に簡単なことなんですけども、それが、超簡単なんだけど意外に難しくて皆さんも今からすぐできることでございます。意識さえすればすぐできることで、それを藤井さんはもう現場現場でずっとされてるお姿を僕は見て、ああさすがだな、素晴らしいなと思わせていただいた、姿勢というか行いです。答えを申し上げますと、簡単です。挨拶ですね。挨拶をするっていうことじゃないです。挨拶を意識して元気よくハキハキとするっていうことですかね。もっと言うならば、まあ特にですね、藤井さんから私は素敵だなーと思ったのは、朝の挨拶、最初の挨拶はね、皆さん意識すると思うんですよ。あ、一番最初ですからね。おはようございますっていうやつですね。それがもちろんね、できない人もいるんですよ。せっかく挨拶してんのに、おーっす。なんかこうロースぐらいのテンションの人もいれば、もうザスってやる人もいれば、でも僕はじゃあどっちを選べって言ったら、やっぱね、元気がいい方がいいとは思います。まあ人それぞれあると思うんですが、僕がここで配信する分にはやっぱりね、元気よくハキハキと、最初の挨拶ですからやった方がいいと思います。でプラスですね、藤井さんがもう本当にすごいなと思ったのが、ご自身が主演のドラマで、まあ言うなれば長ですよね。ドラマの長ですよ。座長と言いますか、長でございますよ。で、そういった方が、まあご自身の出番が終わって、他の方よりちょっと早めに帰るとかっていう時もあると。で、その時にですね、いろんなセクションがドラマあるわけですよ。制作部さんとか、まあ撮影というか、録音部さんとか、照明部さんとか、演出部、僕らみたいな俳優部とか、まあいろいろあるわけです。で、その現場にはたくさんの方がいらっしゃるわけですけども、その方々に一人一人一人はさすがに無理ですけども、大体そちらの部署の方向といいますか、それぞれの団体というんですかね、そういうの。なんかまあ、撮影部の方に対して、お先に失礼しますとか、僕らみたいな全然無名な役者陣にも対しても、お先に失礼しますって、すごく笑顔で挨拶を、じゅんぐりにしていくんですよ。帰り際に。しかも、なんかこう、あざとくなくね、さらりとやって帰っていかれるんですよね。その姿を見たときに、あーすごいなーと思って、僕もね、なんかこう、まだまだ未熟でね、全部が全部やっていけませんが、僕自身もね、より挨拶をこう、心がけてやっていければなと思います。で、これ簡単なことなのでね、ぜひね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。今から、今日から、この動画をもしご覧になった次の人に会うときから、ちょっとね、一つ、よいしょってね、テンション高めて、おはようございますとか、じゃあまた今度はよろしくお願いしますみたいな、こう、最初と最後元気よくみたいなことを気遣ってみてはいかがでしょうかというお話でした。浜テレビチャンネル登録よろしくね。浜テレビチャンネル登録よろしくね。